クしてたから。俺は漫画で話そうとか言ってたことが忘れてしまった。車の中で痛くないのに痛いって言ったら大丈夫って言ってきて、なんでそんなに優しいのかっていう話でした。なんでそんなに優しいのかって、何私を、うん、この間ムカつくコメント書かれて、自分が男だったら絶対に奥さんみたいな人選ばないみたいなのコメントいただきまして、私もマジムカついたんだけど、でも完全に同意なわけ。私自身は絶対に、自分が男性だったら自分のことは絶対に選ばないから、うん、そうそうそう、自分がもし女性だったら自分のこと選ぶ？選ばない？自分は女性だったら、なんで？自信がないの？じゃあもうどの道破滅ってこと？破滅。好き。嫌なのに。いや、めっちゃ、めっちゃ、ちょっとだけ一緒にいたいですって言って、ちょうど終電も終わり、心を閉じてる。そんなわけないでしょ。泣いちゃったら。その相手も私だったら。そうそうそう、いっぱいいるってこと。誰が本物とかじゃないの、全員私なの。そしたらどうする？どうするって。願い。しょうがないこともあります。ある。しょうがないこともある。じゃあそれは私でも。いや、早くて、うちを、ぬや。ずるくないじゃん。ある日、ある日、私が現れて、好きね。好きですとも言わないの、私も悪いなと思って言わないの。だけど、一緒にいたいなって、もうちょっと、揺れる？心が揺れる？ほら揺れるじゃん。自分の中にもそういうこともある。あるかもね、そうかもねってやつ。そういうこと？絶対胸だな。逃げるの？あーちゃん、クモンとさ、ね、クモン、学校の宿題、今日1個もやってないでしょ。あとパズル、タイピングやってください。はい、どれからやる？タイピングはやらない。なんで？だって結構進めてる。ダメ。なんだっけ、いっぱい。さっきさ、もう一人の私がいたら、逆？私がそういうこともあるかもしれないねって。いや、それはまだちょっと行き過ぎ。でも、私にもそういうことがあるかもしれないね。もう可能性はある。That's interesting.
糖食系が好きだ。草食系ってさ、言い寄ってこない。そもそも女の子同じなんでしょ。全く同じ、全く同じだったら行く。だって幸せにしたいもん全員。元を全員幸せにしたい。5ぐらいまでだって全然囲える。まあそれでね、これ続けておりたいんだけどって言ったら、いいよいつ今とかさ、いいよって言って、そういうのもつけるたびに書けないじゃん。すごい好きなの。そういうことある、そういうことある。そういう私みたいな気持ちになることある。ないでしょ。あるっていう答えが正解だと思うでしょ。何でしょうね。はい、おばさんだけど、おばさんの中にも光る可愛さがあるでしょ。なんで？でもそれは限界があるよ。絶対あるよ、絶対限界あるよ。そうやって私が喜ぶ答えを探してる雰囲気なんだよ。自分のこう体から出た答えじゃなくて、なんか探して見つけたみたいな、そう言わざるを得ないという空気がいつもあるんですよ。なんか寂しくてそれ。違う、いいと思うって納得させてるんじゃない。違う、すごい好きで、そんな嫁いる？いる？そんな言っちゃう嫁いる？逆はあるよ。逆は聞いたことある。旦那さんの方が奥さん大好きっていうのは聞いたことあるけれど、逆って聞いたことある。しかも一方通行。はあるそんなこと。ね、普通の子だよ。いや、うちで全部出して。好きじゃないわけではない。だけれど、こんな感じではない。全然、今の家族としてみたいなのが伝わるから、で、全部それ見抜いちゃうから。え？それはあんまり感じないんだけど、ミスが多くなってきた。忘れちゃう。いやいや、うん、昔はもう私が忘れたことを笑ってたし、あざ笑ってたじゃん。銀メキアン。今はさすがにないでしょ。カレーの染みついてるし。はい、最近。銀メキアン。よし、あぶー、グッドバイ。え、うちで食べるんだよね。え、シジェルループ、グッドバイ。あー、うんうん。ユセテラーだ。嘘。本当に？じゃあ今までしてなかったで、ずっと。15年ぐらい、ずっと。おーって。そうなの？じゃあやっぱりやらなきゃいけないの？女の子っぽいな、みたいな。私ちょっと日に焼けちゃったのな。今日は出かけないから塗らないっていう日が混じってると、何かと理由をつけて塗らないの。私もう決めたのね、365日塗るって。日焼け止め、うん、それがね、今日はね忘れちゃった。ちょっとその、ちょっと一応マインドだけ聞いて。塗るとのぺーっとした感じになるのね。ぺーっと化粧するときっていつもクレンジングがめんどくさくてやりたくなるわけ。そうそうそう、そういう感じで最近ちょっとだけするようになったんですよ。手を振るか、あ、ときめき。え、でもそれ聞いて私もっと頑張ろうって気持ちになるし、あのね、これはガチ聞きたい、聞きたい。電車に乗ってたの。一緒に結構満員だったの。それで私がふざけて
って言った。そしたらパッてやったの。やめなさいって。その時私はじゃあ、まあ、そんなことあると。でもそんなドキッとどころじゃないから、ビュンって。あの日から私はなんかちょっとおかしくなってて、あの日から。でも、ミユカには見せたくない。